アントニオ・ディ・ナターレは、イタリア・ナポリ出身の元サッカー選手。ポジションは FW、元イタリア代表。なお、イタリア語で、ナターレという言葉は、クリスマスという意味である。現役引退時のプロフィールは、身長 170cm、体重 73kg だが、エンポリ FC 時代は、身長 177cm、体重 70kg となっていた。 2009から10シーズン、2010から11シーズンのセリエ A 得点王、ナポリで生まれ育つ。SSC ナポリで活躍したディエゴ・マラドーナが子供の頃のアイドルであった。8歳でサッカーを始め、カステル・チステマを経て、14歳の時にエンポリ FC に入団した。1996から97シーズンにセリエ B で、 プロデビューを果たしたが、このクラブには同郷であり、幼少時代からの親友のヴィンチェンツォ・モンテッタ、ルカ・等にも在籍していた。その後は出番に恵まれず、セリエ A に昇格したエンポリを出て、セリエ c 1 c のレンタルで渡り歩く、苦労の日々を過ごすが、1998から99シーズンは、セリエ C2 の AC ビアレッジョに、レンタル移籍し、12得点を決める活躍を見せた。 1999から2000シーズンに再び、セリエ B に降格していたエンポリへ復帰すると、レギュラーの座を獲得し、2001から02シーズンには38試合16得点の活躍で、セリエ A 昇格の原動力となった。24歳にして、トップリーグの地を踏んだ2002から03シーズンも、開幕戦で、コモは相手に初出場初得点を挙げると、レッツイーナ戦では、 ハットトリック、シーズン通算27試合に出場し13得点を挙げた。2003から04シーズンにエンポリは降格し、ウディネーゼへ移籍。2004から05シーズンの4位に貢献し、2005から06シーズンには UEFA チャンピオンズリーグに初出場。2007から08シーズンは、自身最多となる17得点を記録。2009から10シーズンは、 得点を量産。2010年ユベントスからオファーを受けたが、ウディネーゼ残留を決断。5月9日の AS バーリ戦で、セリエ A 通算100得点を達成。最終的に29得点で、初の得点王となり、またオリバー・ビアホフのクラブ最多得点記録を更新した。この活躍で、オスカルデル・カルチョのイタリア人、サッカー選手賞を受賞した。 2010から11シーズンは開幕から3ヶ月で2得点と不調が続いたが、11月14日のレッチェ戦でハットトリックを達成すると、本来の得点感覚を取り戻し、ウディネーゼが13試合連続無敗を続けている間、15得点を記録。3度のハットトリックを上げるなど、通算28得点で2年連続の得点王を獲得し、 ウディネーゼのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2012から13年もセリエ A で23ゴールを決める活躍を見せ、2013年ミランが獲得に動くがウディネーゼでの引退を希望していたためオファーを拒否した。2014年1月6日、2013から14シーズン限りでの現役引退を表明したが、シーズン終了直後に撤回した。 引退撤回後の2014から15シーズンでも、以前と同じように、ゴールを量産し、2014年11月23日には、セリー a で7人目のリーグ通算200ゴールを達成。2015から16シーズンには、シリル・テレオ、ドゥバン・サパタとのポジション争いで劣勢に立たされ、シーズン途中に、再び現役引退について言及。 2016年5月15日に行われたリーグ最終節カルピ FC 戦では79分に PK を決め最後の試合を自らのゴールで飾りシーズン終了後に現役を引退したイタリア代表ではジョバンニトラパットオニ監督時代の2002年11月20日の親善試合トルコ戦でデビュー2004年2月11日のチェコとの親善試合で 代表初得点を挙げた。背番号10を背負った経験もあるが、同じポジションにアレッサンドロ・デル・ピエロが君臨していたため構想から、外れ、ユーロ2004のメンバーからは落選した。監督がマルチェロ・リッピに代わると招集されることは少なくなり、W 杯ドイツ大会のメンバーにも落選した。しかし W 杯優勝を果たしたリッピが優待し、 ロベルト・ドナドーニが監督に就任すると、再び代表に返り咲く。そして、ユーロ2008予選のウクライナ戦で、デル・ピエロと交代で、ピッチに立つと、実に9年ぶりに、同じチームでプレーしたトーニへのクロスでアシストを記録し、続く、ジョージア戦では、スターティングメンバーに入り、再び、アシストを記録する。翌月の親善試合では代表デビューの相手でもあった。 トルコとの試合にスタメン出場し、得点を挙げた。2009年11月18日の親善試合、スウェーデン戦では、キャプテンのファビオ・カンナバーロや、副キャプテンのジャンリージ・ジブフォンが欠場したことから、初めてイタリア代表のキャプテンとして、試合に出場した。2010年の W 杯南アフリカ大会では、代表入りシセ番号10で出場した。 グループリーグ第3戦のスロバキア戦で得点を挙げたもののイタリアは敗れグループリーグ敗退となったユーロ2012にも代表メンバー入りグループリーグ初戦のスペイン戦で先制点を挙げるなどイタリア代表の決勝進出を支えた2010年にはセリエ A のフェアプレー賞を受賞フランチェスコ・グイドリンはマナーとプロ意識において全ての選手の模範であると ディナターレの人格を称賛している。UEFA ユーロ2012決勝、セルフィオラモスとボールをセルディナターレ。ありがとうございます。